岩間ゲカレックスマキノの穴は、かやつり草カスゲ属の植物の一つ。岩の上に大きな株を作り、細くて硬い葉をつけ、黒か色の長い葉をつける。全体に硬い質の多年生総本。補服枝は出さず、密集した大きな株を作る。家計は、長さ20から50センチメートルになる。葉は、質が硬くてよくざらつき。 細くて洋服は1.5から2.5ミ、mm、リメートルしかない。基部の鞘は黒か四色に色づき、繊維状に細かく裂ける。下記は4から5月で、家計は上部がザラつき、いただきこぼは優勢で単一、側こぼは2から4個あって、姿勢で上部の方にやや接近してつく。つとは長い鞘があり、養心は針状となって目立たない。いただきこぼは、 優勢で、長さは3から8センチメートル、時に10センチメートルになり、線柱形で、黒か主色で、柄がある。お花輪片は農家主色で、先端は尖る。姿勢の側こぼは中上。大きさは、長さが1.5から3センチメートル、幅4から5ミリメートルほどで、下部のものには長い柄があり、上部のものには短い柄がある。 メバナ輪ペンは脳褐色で先端には短いのぎが突き出る。下方はメバナ輪ペンより長く、皮神型で長さ4.5から7ミリメートルに達する。表面には短い毛を密生し、基部は短い柄状となっており、先端は長いくちばし状に突き出ており、その先端の後部には鋭い2本の四条突起があるか、あるいは2つに分かれている。 また、花宝の先端側は褐色に色づく。痩せは、花宝に密に包まれており、兄弟円型で、長さ3.5から4.5ミ、mm、リメートル、基部には柄がある。中東は3つに割れる。なお、学名は、その首相名を、星の田や勝山などは、マッケノンシスとしている。ここでは、ユーリストに従った。 四国と九州に分布し、他に、トカラ列島の中の島と宇治群島から知られ、日本固有種である。渓谷や川岸の岩の上に生育する。さらには、シーカシタ体の岩場、岩の多い斜面、土手などにも見られ、場所によっては、道路脇の切り通しや石垣などにもぎっしり生える。本種は、岩間ゲブシセクト、ファージニーに含められている。この節には十種ほどが含められており、 いずれも細くて、硬い歯と、長生のオスコボ、姿勢のガワコボを持ち、そのいずれもが細長くて褐色に色づくもので、判別のややこしいものが含まれる。そんな中、本種はその長生のオスコボが、黒か主色と濃い色になることと、長さが8トル、時に1 0トルにも達することが特徴となっている。この長さはガワコボの2倍から3倍もある。 オスコボの長さで8センチメートルというのは、なかなかのもので、例えば本種よりずっと大型になるカサスゲやミヤマシラスゲとどっこいかまだ飼っているくらいである。同様にオスコボが長く発達するものに同じ節の、コバケースゲシーテニアーや秋崎バケースゲシー、モーコムアンシスがあり、いずれもオスコボが10センチメートルにもなるが、これらはそれぞれ、琉球列島と屋久島の固有種である。 環境省のレッドデータブックでは取り上げられていない。県別では、鹿児島県が、分布特性上重要な種として指定しているのみである。以下、種として、星のほか、P406 勝山、P287 大橋ほか編 P325 勝山、P2872019 年8月8日閲覧、勝山、p 八十七星のほか、p 四百六勝山、 P287 勝山、P282 星のほか、P406。ありがとうございます。